18歳、高卒1年目、オランダ、33試合18得点。小倉隆文でした、レフティーモンスター。小倉はオランダの一部クラスのチームにも無双していた。小倉のゴールでカップ戦フェイエノールトに勝利、相手のキーパーと守備陣はオランダ代表。フェイエノールトから正式オファー、アヤックスからのオファーもあったというからな。ボスマン判決以前のオランダの一部からオファーがあったというのがどれだけすごいことか。アヤックスがチャンピオンズリーグで優勝したりするような時代だったもんな。あのままオランダに残ってたら、翌年チャンピオンズリーグを制覇するクラブのメンバーだったかもしれなかったのに。ガチでとってと同等ぐらいのスペック派あった。テクニックでは小倉の方が明らかに上？28年ぶりとなる五輪出場へのこだわりのせいで、欧州でステップアップするチャンスを自ら棒に振った、時代のせいで不幸になった選手。今の選手ならビッグクラブへの移籍を優先する、まだワールドカップにも出場してないし、五輪も30年近く出場してないという状況だったため。フェイエのオファーを立って、五輪代表チームと少しでも連携を高められるようにと日本に帰国してしまった。94年に日本に戻った時点で終わった。多くの関係者がオランダ残留を進めたらしいが。あの頃は悲願のオリンピック出場が何よりも優先だったからな。でも、ファイトリック派日本で見れた。当時の中田秀俊から、尊敬する選手派、小倉さん、と言われるほど人望も厚かった。中田がアトランタ五輪組に入ったのって、小倉リタイアがあったからじゃなかったっけ？そうだよ、小倉のリタイアで1トップ2シャドウの守備的布陣になったようなもん。中田派選ばれても前園のサブだったろうな。小倉が代表にいたら全然違ってたと思う。98年以降のワールドカップ3大会の結果派小倉がいれば全く違うものになっていた。フランス相手にゴール決めてたな。オランダ行く前の貸し牌のガンバ戦で豪快にバイスクル決めたのが印象深い。あれを見た瞬間、日本背負ってた角派小倉と信じて疑わなかったね。名古屋のチームドクターが世界のスポーツ医学の常識とはかけ離れた手術をしたために失敗してしまった。本人は海外での手術を希望したが名古屋のフロントが拒否。ベンゲル、相手がいなければストイコビッチ君。正直に言えば、君のプレイは好きだった。チームからスター扱いされていたからあえて厳しいことを言った。もし怪我しなかったら、って、いつも言われるから。怪我をしないのも、一流の選手の条件ですから、僕は一流じゃなかったんですよ、と笑いながら言って自分から話を終わらせるほど謙虚。小倉以上のポテンシャルを持った選手はまだ出てないね。